皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、改めて高島礼子版のごっ妻シリーズを見てみたんだけど、やっぱり岩下志麻さんのあの迫力と比べるとちょっと見劣りしちゃうんだぜ。高島礼子版のごっ妻シリーズは、岩下志麻版の劇場シリーズが完結後もレンタルビデオで好評だったために、東映ビデオの企画で制作された新シリーズだったのよね。予算規模は大幅に縮小され、上映期間も短かったからどうしても見劣りするのはやむを得ないわよね。初代、ごっ妻シリーズには岩下志麻さん以外に戸明幸代さんや三田佳子さんも主演したけど、やっぱり岩下志麻さんの存在感と毎回劇中に登場する有名女優さんたちの英知なお色気シーンが最大の見どころなんだぜ。特に片瀬里乃さんは多くの作品に出演して迫力満点のたわわな濡れ場を披露して映画を盛り上げたんだぜ。よし、じゃあ今回は、ごっ妻シリーズに登場する英知なお色気シーンについてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。極道の女たち、は家田翔子さんのルポルタージュを原作に、それまでのヤクザ映画では脇役が多かった女性側の視点から描いた異色のヤクザ映画シリーズで、1986年に公開された第一作の好評を受けて、東映制作映画として1998年まで10作品が公開され、その後、高島礼子さん主演の新シリーズへと続くのよね。第一作で片瀬里乃さんと世良政則さんが演じた濡れ場は特にすごくて反響が大きかったよな。あの演技で二人とも俳優としての存在感をぐっと増した気がするんだぜ。1986年の第一作、極道の女たちは五社秀夫監督、岩下志麻さんの主演で、片瀬里乃さんは収監中の夫に代わって組を取り仕切る岩下志麻さんの妹役を演じていたのよね。片瀬里乃さんは 11PM のカバーガールなどグラマラスなボディを活かしたモデルとして活動した後、大江戸捜査網でドラマデビューしたと以前の動画でも解説していたよな。世良政則さんは敵対する組織の組員役で、ラウンジで働いていた片瀬里乃さんを口説いた後、旅先のグアムで再会してヤクザであることを明かし、無理やり英知しちゃうのよね。あう、片瀬里乃さんがエマニュエル夫人張りの富士の椅子に押し倒されて乱暴に洋服を引きちぎられているんだぜ。たわわなお胸が現れる時にゴロロンという音が聞こえたような気がするけど気のせいかな。きっと気のせいだと思うわね。世良政則さんは嫌がる片瀬里乃さんの足を押し開き、そのまま股間の引き金を引いたのよね。今夜こそお前を落としてみせえると歌っていたのはそういう意味だったのか。無理やりやられちゃった片瀬里乃さんだったけど、結局世良政則さんに惚れてしまい、岩下志麻さん演じる姉の反対を押し切って結婚することになるのよね。映画のクライマックスで二人が再会するシーンでは迫力満点の濡れ場を披露。片瀬里乃さんのたわわなお胸をダイソンの掃除機針にバキューム吸引する世良政則さんの演技に KO される観客が相次いだのよね。あう、あんなに激しく吸われたら片瀬里乃さんの B 地区が取れちゃわないか心配なんだぜ。行為の最中に清水幸次郎さん演じる岩下志麻さんの子分にめった刺しにされた世良政則さんが、片瀬里乃さんのたわわなお胸の中で血まみれで絶命するシーンは、ごっ妻シリーズでも最も印象に残るシーンの一つだわね。息を引き取る寸前まで B 地区から口を離そうとしない世良政則さんの執念がすごいんだぜ。1987年公開の第2作、極道の女たち2では第1作に引き続き片瀬里乃さんがたわわな姿を披露し、主演の戸明幸代さんも村上弘明さん相手に英知なお色気シーンにチャレンジしていたわね。戸明幸代さんもいくつかの映画でたわわな姿を披露しているのに、この極道の女たち2では、なぜか出し惜しみしてお胸を見せずに濡れ場を演じていたんだぜ。戸明幸代さん演じる主人公が、組長だった旦那の作った莫大な借金を返すために手を組むのが元ヤクザで賭博師の村上弘明さんなのよね。戸明幸代さんは村上弘明さんにすがりついて、一度だけとお願いし、和服を脱いでご対面スタイルで結ばれるのよね。あう、パンチでデートにはこんなエッチなご対面シーンは出てこなかったんだぜ。どうせならついでに戸明幸代さんのたわわなお胸ともご対面したかったんだぜ。ご対面？いちいちボケが古臭いわね。一方の片瀬里乃さんは村上弘明さんの元恋人で、肩着になる約束を守れずに服役した村上弘明さんと別れ、ヌードモデルとして働くシングルマザーの役なのよね。
この映画ではカメラマン役の月亭八方さんが、泡まみれの片瀬里乃さんのヌード写真撮りまくるシーンがあったけど、あれは完全にサービスショットなんだぜ。そして娘のために片木の人と結婚したいと考えた片瀬里乃さんは、カメラマンの月亭八方さんとうっぷな関係になり大胆な濡れ場を披露してたわわなお胸をチューペットされちゃうのよね。月亭八方師匠がこんなエッチな役をやっていたとは知らなかったんだぜ。でもさすがは、嘆きの母音、で一世を風靡した月亭課長師匠のお弟子さんだな。なかなかの母音さばきぶりなんだぜ。母音は、赤ちゃんが吸うためにあるんやでー。お父ちゃんのもんと違うのにゃでー。って、誰がそんな懐かしい歌覚えているのよ。この第2作でもラストは片瀬里乃さんとチョメしてる最中に撃たれちゃうんだよな。そう考えるとなかなかの下げマン役なんだぜ。大博打に勝って大金を手にした村上弘明さんは、片瀬里乃さんとやり直すことを決め、降りしきる雨の中立ったまま合体しようとするんだけど、その瞬間に撃たれちゃうのよね。変身専門の仮面ライダーが無理して合体なんてしようとするからそんな悲劇的な結末を迎えるんだぜ。1989年公開の第3作、極道の女たち3代目姉、では三田佳子さんが主演を務め、前2作に続いて出演した片瀬里乃さんと吉川十和子さんがエッチなお色気シーンを披露していたわね。吉川十和子さんは後に君島ブランド創始者の息子とドタバタ結婚劇を繰り広げてセレブ妻になった君島十和子さんだな。うっぷなシーンとは無縁だった彼女だけに、今となっては貴重なシーンなんだぜ。吉川十和子さんは証券演じるヤクザを狙った鉄砲玉の妹役で、元風俗嬢のホステスの役なのよね。そして片瀬里乃さん演じる出所したばかりのごく妻の元で居候生活を送っているんだけど、結局、証券に乱暴に来ているものを引き破られて、無理やりエッチされちゃうのよね。あう、上品すぎて風俗嬢にもホステスにも見えない吉川十和子さんが、無理やりやられちゃうシーンは迫力があってハラハラドキドキなんだぜ。結局、証券とうっぷな関係になった吉川十和子さんは、この後も一糸まとわぬたわわで美しい姿を披露していたわね。片瀬里乃さんみたいにお色気ムンムンじゃないけど、スタイルが良すぎてびっくりするんだぜ。証券に思いを寄せていた片瀬里乃さんは、可愛がっていた吉川十和子さんを抱いたことを知って嫉妬に狂い、裏切られたと坂上忍さん演じる自分のことを慕う元組員に自分を抱かせて証券の命を狙わせるのよね。やっぱり片瀬里乃さんに関わった人はみんな命を失っていくんだぜ。片瀬里乃さんは第3作ともなるとかなり露出のシーンは控えめなんだな。この第3作では坂上忍さんをベッドの上に押し倒し、たわわなお胸で顔を押しつぶして、くんずほぐれつしていたわね。続く第4作でまた岩下志麻さんが復帰するんだよな。あのまま日替わり弁当のように作品ごとに主演女優さんが変わるのかと思っていたけど、やっぱり岩下志麻さんでないとしっくりこないんだぜ。1990年公開のシリーズ第4作、極道の女たち最後の戦い、には主演に岩下志麻さんが復帰。当初の構想ではこの第4作の主演に山本陽子さんを、第5作の主演に吉永小百合さんというプランを練っていたそうだけど、当時の岡田茂東映社長の鶴の一声で岩下志麻さんに戻すことが決まり、以降、長らく岩下志麻さんが主演を続けることになったそうだよ。山本陽子さんの極妻はなんとなくイメージできるけど、吉永小百合さんの極妻はちょっとないんじゃないのか。やっぱり岩下志麻さんで大正解なんだぜ。この第4作では森永直美さんと H 女優の高木陽子さんがエッチなお色気シーンを披露しているわね。それじゃあ片瀬里乃さんはシリーズ第4作にして、ついにたわわなお胸を放り出さなかったのか。片瀬里乃さんは岩下志麻さん演じる主人公を慕って妹分になったごく妻役で、津川雅彦さん演じる金貸兼悪徳弁護士に5億円の融資と引き換えに、真っ赤な下着姿で著名されそうになる寸前に場面チェンジしちゃうのよね。あう、5億円の札束の上で著名する片瀬里乃さんのたわわな姿が見たかったのに残念だよな。肝心なシーンがないことに腹を立てて悔しがった津川雅彦さんが、家に帰って朝岡幸二さんのたわわなお胸を揉みしだくところが想像できるんだぜ。勝手な妄想はやめなさいよ。その代わり劇の終盤で、日活ロマンポルノや H ビデオで活躍した H 女優の高木陽子さんを相手に、密かに惚れている岩下志麻さんを思い描きながら著名する大胆な濡れ場を演じているわよ。うっぷ津川雅彦さんがここぞとばかりにハッスルしているな。
それにしても他の女の名前を叫びながら H したり、電話をしながら H するなんて、失礼にも程があるんだぜ。森永直美さんは小林免治さん演じる岩下志麻さんの夫で組長の愛人役で、買ってもらったマンションでちょめしている最中に乗り込んできた岩下志麻さんに張り合う気の強い愛人役を熱演していたわね。森永直美さんってどこかで見たことがあるけど、一体誰だったかな。宇宙刑事シャイダー、で兄役を演じた女優さんだわよ。これまでに何度か紹介したでしょ。あう、あのキュートなパン、ツー、マル、ミエ、アクションを披露していた森永直美さんが、ドスケベで有名な小林年次さんに可愛いお胸を揉みしだかれて、激しく疲れちゃってるんだぜ。今回は、極妻、シリーズの第1作から第4作までの中からエッチなシーンをピックアップして紹介したけど、第5作以降もエッチなお色気シーン満載で、いろんな女優さんがたわわな姿を披露しているから、機会があったらまた続きを紹介することにするわね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。